タイムマシン3号のお料理向上委員会、よろしくお願いします。レンタル〇〇ってね、まあ、レンタル彼女とか、はいはい、レンタル何々ってありますけれども、最近使ったことありますか？いや、俺はレンタルビデオ、レンタルサイクル、まあ、我々の時代はね、そうね、レンタルサイクル、あとは子供生まれたらもう一通りレンタルあったけどね、うん、そのゆりかごとかさ、ああそうなんだ、そうそうそう、まあ、その搾乳機とかっていう、そう、まあ、一定期間しか使わないもんね。そうそうだね。でもなんか最近人とか言うよね、あ、レンタル家族とかね。そうだね、言うっていうよね。全部持ってるからな。あ、かっこいい。うわ、別にけ友人も、はあ、これも、ね、友人っていうのは、高円寺のハゲたおじさんですよね。もういいですね。というわけで本日のゲスト、フリーアナウンサー矢端美優さんです。お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。先週1回目でしたけれども、どうでしたか？はい、けんちゃんにたくさんお弁当作れて嬉しかったです、はいはい、うん、いいね、美味しかった、しかも、うん、美味しかった ね、 ったね。さらにもっともっとお弁当の視野広げていきたいと思いますけれども、はい、関田、今日何食べたいですか？はい、まあ、今回も私のリクエストテーマですね、うん、お弁当箱に詰めるまでやるお弁当レシピを作っていきたいと思います、はいはい、照り焼きソースの鶏的弁当ですね、初めて聞いた。鶏です、トンテキじゃなくて鶏テキ、鶏テキですね、うん、まあ、照り焼きなので、うん、もちろんご飯との相性が良くてですね、うん、お弁当にぴったりで冷めても美味しいですね、うん、でこのなんか鶏テキって聞くと大変そうですけども、はい、まあ、時短ポイントもあるので、時間がない朝にぴったりのメニューとなっております。朝はどうですか？境家の朝、バタ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 ですよ、余裕、この2人もいるので。そうか、着替えさせて、顔を洗って、おむつ変えて、全部2倍ですからね、はいはい、それはどっちの役目なんですか？あ、うん、起きた方。ああそうなんだ、起きた方。体力に、どんだけあのパパが遅く帰ってきても、うん、娘が最初起こすのはパパなんですよ。パパ起きて遊ぶ、可愛いね、遊んでくれるからか、うん、だからパパの方が多いかな、なるほどね、幸せな話だな。おうレンタル、レンタル酒井借りたら。レンタル酒井いらないのよ、レンタル酒井、レンタル奥さんが欲しいの。なんだったら、いや本当に奥さんが欲しいわ。なんでなんだレンタル奥さんって。さあ、材料はこちらでございます、うん、鶏胸肉ですね、まあ、お弁当なんでご飯もあったりですとか、うん、まあ、あとブロッコリー、ね、そういうのも用意してございます。はい、さあ行きましょう。まずは鶏肉を厚さを半分に切ってください、はい、山本さんお願いします。厚さを半分に切る、はい、厚さを半分ってことはこうってこと、はい、うん、そうですね、難しい。厚さを半分、ここでポイントです、うん、はい、鶏肉の厚みを半分にすることで火の通りが早く時短になるんですよ。あ、なるほど、時短ポイント。 めっちゃよく切れるこの包丁。マジで何遍も言ってるけど、うん、すごいわ、これよく切れるわ、はい、お上手。これ包丁のおかげなんですよ。すごいです、すごいです、うん、どこの鶏肉ですか？いや、デリッシュキッチンの方です、はい、包丁ですかの方です。鶏肉がいいんじゃないですか？鶏肉じゃないですよ。どこの包丁ですか？どれですか？そっちなんですね、はい、さあ横長に置きまして、奥2センチを残して3センチ幅に切ってください、はい、ここでポイントです。切り込みを入れることでタレが絡みやすくなり、よりトンテキのような仕上がりになるんですよ。なるほど、オッケー、ありがとう、デリちゃん。トンテキのような仕上がり、まあ、トンテキがやっぱデフォルトなんだね、はい、そうね、うん、鶏テキですからね。お肉何好きですか、酒井家は？主に、うん、主に、うん、ひき肉でしょ、タコスしか食わないんだから。それはあります、あるそれは確かに、マジで食いたくなってきたな。ヤバタタコス、今度うち遊びに来てください。 ね、ちょっとチャンスだったら食べさせて、はい、ぜひぜひ。あの酒井がな、俺なんか別でも聞いたんだよな。はい、はい、ありがとうございます。上手上手。さあ塩コショウを振り、片栗粉を薄くまぶしていきましょう。これをそれにしようかな、はい、はい、お願いします。はい、わかりました。なんか高い買い物をしたい時の相談とかはどういう風にするんですか？酒井がおねだりする時はどうしてくるんですか？物欲がなくて。あ、そうなんだ。あんま高いものとか、そうなんですよ。あ、なんか周りは時計とかなんか高いの買い出してるけど、あいつは割と全然興味ない。俺の体感で酒井が一番高いのはバーバリーのリュックが一番高いんじゃないかなと思ってるんだけど。それ私がプレゼントしたんだよ。そう、背負ってる、背負ってる、いつもあいつ背負ってますよ。そう、それまで、うん、大事そうに抱えてる安いリュック背負ってたので、まあ、ちょっとは芸能人なんだから、うん、いいもの持った方がいいなと思って。あ、それはいい奥さんだ。そう、最初の誕生日にプレゼントしました、あ、それもういいリュック使ってるんだなと思ったことある。使ってる、使ってる。やっぱ思うね、そういうの見るとね、うん、確かに。さあ、お揃いなんですよ。あ、そうなの、あ、そうなの。自分に買いたいからあげたわけじゃなくて。さあ、ここでプレゼントキャンペーンのお知らせです、はい、なんと Amazon ギフトカード1万円分を
3名様にプレゼントいたします。いいですね。なんと月12本毎回の動画で3名様にプレゼントするので、はい、1ヶ月で36名の方には当たります。すごいね。ぜひ番組の概要欄からご応募ください。お待ちしてます。ダメ絶対何がだ具体的に言ってくれよ。ダメだそうです。さあ続きましてフライパンで焼いていきましょう、うん、さあフライパンにサラダ油を入れて中火で熱していきます。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあかけます。はい、さあ鶏肉を並べ入れて焼き色がつくまで焼いていきましょう。はい、ちょっとヤバタさんお願いしますね。はい、わかりました。もう大好きだけど不満はないの酒井に。面白い。不満はないですね。じゃあ1個これ直してくださいって無理やりでも。アイドルとの共演、うん、ちょっと私嫉妬しちゃいますね。ああそうなんだ。でなんか優しいから、うん、例えばそのアイドルの子が泣いちゃった時とかがあって、うん、家に帰ってきて、うん、今日何々ちゃんが泣いちゃってさって、うんうんうん、俺心配で、うん、まあ、何々ちゃんには声かけなかったんだけど、うん、そのマネージャーさんになんか大丈夫でしたかみたいな聞いたんだとかいう話を聞いて、うんうん、なんかすごいそこがいいところじゃないですか、うん、ちゃんの。もちろんもちろん。だけどそういうところに嫉妬しちゃうんですよね。え、女の子アイドルの前にまず人間じゃないですか。はい、ちょっと、あとサウナの仕事も多くて、水着の子と一緒にいい感じの焼き色いい感じの焼き色で水着の仕事やっぱ嫉妬しちゃいますよね。そうなんですよ、うん、あ暇そうにしてる山田さん席がたるそうにしてます。山田さん何が山田さんがいや興味津々よ。酒井の嫉妬の話すると暇そうにしてるちょっとこんなまあありえないんですけど、万が一他の女性と浮気してしまった場合はどうするんですか、うん、ありえないですけど、ありえないです。それは考えられない。そういや、そう言って昨今芸人がいっぱい寝首かかれてるじゃないですか、はい、そういった意味で万が一そうなってしまったら仮にですよ。そしたら、うん、10年泣きます。10年は悲しい。悲しい。ああそう。さあ鶏肉を裏に返して端に寄せブロッコリーを並べ入れます。はい、あすごい、あの片栗粉振ったんで、はい、カリカリな感じになってます。あいいですね、はい、そう感じ。味が馴染んだりとか、はい、隙間にブロッコリー入れちゃいましょう。はい、入れちゃいますね、うん、はい、ここでポイントです。はいはい、添え物のブロッコリーを一緒に加熱することで時短になるんですよ、うん、あなるほど。確かにブロッコリーってこうやって焼いてもいいのか。そうね、確かに茹でるってね感じがしちゃうけど。うん、はい、お水。ブロッコリーに水をかけます。これも時短だね。蓋をして弱火で3分ほど蒸し焼きにして肉に火を通します。はい、はい、向こうは不満みたいなの言ってこないんですか、みゆちゃんこうしてとかっていう。全くない。ないんだ。はい、本当に家庭円満なんですよね。そうなんですね。すごいっすね。自分でもびっくりするくらい、うん、でもこれが運命なんだなって思う。なるほど。お互いの我慢だとかも聞くんですよ、だけどここ見てると全くその兆しないからちょっと、うん、嬉しいというか、これ今後こっちの道もあるんだっていう。あそう、山本さん優しいから。え、どういう人合ってると思います。はい、山本さんか、うんうん、そうアイドル。アイドル？アイドル。おお。元アイドルってこと？それこそひなちまとか。ああ、樋口さん。樋口さん。なんでめっちゃゲスト呼んでるの？俺ちょいちょい匂わせてるんですけど、なんで全然ゲスト呼んでくんないですか？それは向こうサイドの意見もあります。あそうか。誰がやらなきゃだからも2回呼べって言ったんですか？さあ、ブロッコリーに塩振って取り出して冷ましていきます。はい、塩振ります。旦那さんがあの本出したけど、あれ売れてんの？え？本出したっけ？え、嬉しい。急に旦那が本出してたけど。何の本？あれ売れんの？俺さ知らない。なんかエッセイ、今まで書いてたちょこちょこのエッセイをまとめたっていう、うん、そうなんだ、はい、こんなに何も話題になってないの珍しいじゃん。俺も知らなかったでしょ。知らなかった。はい、あの家族でさえ買ってないっていう。やめてよ、やめてよ。奥さん、取り出して冷ましましょう。はい、それかな。そうなんだ。そうなんだよ、本出したんだ。いろいろやってんだよ、酒井さん。そうなんですよ。自らそんなわーっていうタイプじゃないからさ。本当そう。はい、続きまして調味料を加えて照りが出るまで中火で煮絡めていきます、はい、酒、みりん、砂糖、醤油ですね。じゃあ火入れてもいいかな。あ、そうですね。はい、じゃあ中火でいきましょう。みりん、はい、煮絡める。ね、いいね、煮絡める。照り焼きですからね。でもやっぱ喧嘩ないんだったらないが一番いいからね。そうだね。
確かにそうですよね。そう、やっぱすげえ怒られるしさ、すぐ揉めるよ。え、そうなんですか、うん、へえ。だってよく言うじゃん、なんか大好きだけど、うん、お子さんできると旦那さんが一番じゃなくなるみたいな、そうそうそう、仕事の休憩中もちょっとでも時間があったら電話くれるし、うん、1時間でも空きがあったら家に帰ってきて子供をお風呂に入れてくれるんですよ、全部本当ケンちゃんのおかげで、うわ、毎日愛してるよとか、うわ、ほら今日もありがとうって寝る時に言ってくれるんですよ、あ、酒井の方が。そうなんですよ、そう、今日愛してたよって。そう、おー、すごいねそれね。あと、あの仕事中も、うん、あのちょっとでも休憩時間、ちょっと待って、一回牛乳含もう面白いじゃないんですよ、一回みんな全員牛乳を、マジ歌選手権じゃないですか、もうこれ以上もったいないでしょ、これ牛乳なしで聞くのいや、俺はそうなんだっていう。そう、関さん、はい、奥さんに愛してるって言ってますか。いや、言ってない、言ってない、言ってないの、言ってない、ダメですダメですよね。どんどんやっぱタイミング逃すと、うん、その好きも言いやなくなってくるね。なるほど、そうそうそう、気持ちはわからんことないです。そう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 、うん、あと、まあこんなことやるけど、もともと愛してるなんて言ったことないわ。あ、そういうことね。人生ないない、人にだよとかあるけど、人に愛してるって言わない人生やだね、俺は俺は愛してるって言っていきたいね。言って愛されてるやつが一番だろ、それ。辛ー、ああ、辛ーって言ってんのに。あれ、リターンがない。俺言ったよ、リターンがない。へいへい、パスパス、辛ー。全然帰ってこないよ。いや、それでもいいよ。いいの、言われるだけの人生よりやっぱ言いたいですよね。チューは、あ、シューもそんなないね。あら、寂しいね、これはね。牛もそんなないね。あ、寂しい、寂しい。ありがとうだね、やっぱりね。あ、でもそれが一番、うん、一番は、うん、あと、やっぱしててもこういうとこで言うの恥ずかしいよ、俺。まあな、うん、まあそれはあるかもしれないけど。そう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 、羞恥心ってどうやったらするの。いや、そんなことない、アメリカンナイズですから。そういうこと。そう、うん、さあ、いいですか。じゃあここからお弁当箱に詰めていきましょう。今回海苔がいるよ、今回やってみよう、ね、ご飯の上に海苔、その上にズドンと。山さん、行って行って、最高、ありがとうございます、うん、どうぞどうぞ。ちょっと今回暑いからな。あ、うまそう、海苔があるから。うまそう。酒井って誰と仲いいんですか、この同じぐらいの芸人だと。あ、でも菅田将暉さん。いや、だから急だな。だからアイラー一派ですよね。そう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 、うん、前菅田将暉さんがうちまで送ってくれたみたいな。本物それ菅田将暉だった、世良将暉とかじゃないの。すごいな、それはそれですごいな。山さん、どうなんですか、今後やりたい仕事とかあるんですか。ママ業の仕事をしてみたいです。まあ、例えばこれもそうだし、あとどんなことやりたいですか。ずっとやりたい仕事は、うん、お昼の番組の MC とかやりたくて、うん、大きい夢なんですけど。え、例えば想定は誰を夢にします。佐藤しおりさん。ああ、なるほど。大好きで、あ、いや、いいと思う。明るくて、優しくて。確かに、うん、旦那さんはどうなってほしいの。え、けんちゃんですか。そう、こういう芸人さんになってほしい、こういう司会者になってほしいとか。そう、有吉さん。はぁ、いや、それは一番近い。俺はもう、ね、もうマナ弟子みたいなもんだから、酒井は。そうだね。さあ、最後、ごまも振ってください。はい、はい、どうぞどうぞ。はい、確かに俺、その芸能同士っていう家庭が想像できないわ、自分が。ねえ、そうですよね。いないんじゃない、芸能同士でこんな仲いい。ねえ、いやいや、みんな揉めてない。みんな揉めてる。いい感じじゃないですか。じゃん。というわけで、照り焼きソースの鶏的弁当完成です。やったー。それではいただきます。いただきます。さやばつさん、どうなの、はい、箸で切れるかどうかやってほしいな。おおおお、柔らかい、柔らかい、ほら、あ、いいね、いいお弁当だね。切れました。これ大当たりだけどね、弁当これ入ってたら。ね、本当、うん、嬉しいよな。テンション上がっちゃう。ね、よいしょ。おいしい、うん、すんごいいい比率、甘辛さ。あ、うん、いいね、いいね。甘じょっぱくて、うん、ほんと鶏肉柔らかいですわ。でもこれ胸肉なんですよ。そうなんです、実は。そうなんですよ。うん、やばっか、うん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 、まあ、おいしい、最高。うわ、いい弁当だな、これ。うん、で、海苔が最高。私、確かに結構サクサクできたね、時短もポイントあって。うん、簡単、簡単。これ、ケンちゃん喜びますか。喜びます。ケンちゃん。なんだって喜ぶじゃないか。娘たちも喜ぶ。あ、そっちが大事。そうね。うん、
ケンちゃんのことはもうさておき娘ちゃんが喜ぶならなおさら作ろう、さあというわけで今回のレシピのポイントをおさらいしていきましょう、はい、鶏肉の厚みを半分にすることで火通りが早く時短になります、はい、ということで本来は十分に冷ましてからお弁当を詰めて蓋をしてください。斎藤さん2週にわたってやってきましたけど今回で残念ながらラストとなってしまいました、いかがだったでしょうか。悲しい、やりたくないですもっとお弁当メニュー増やしたいです、ね、でも帰ったらケンちゃいますよ。あ、そうだここ帰んなきゃこれ作ってあげないと。そうまだ昼前ですよあいつも家にいるんですか。さあ今日はこちらです、カリカリチーズささみですね、ガッツイしますトレンディガガトレンディ、あいいね、おお来たんじゃない、ブラボー、いや拍手いいわ、いつにトレンディトレンディー、よし山本さん、そんなトレンディ、え、ちょっとトレンディさん作家になってほしいテレビでちょっとあんまり芳しくない結果が出たりしたらそれを見ててどうなんですか。ラップでちょっと滑ってたりとかたまにあるじゃないですか。ちょっとっていうか受けたのよヒーみたいなこと言ってシーン、私が面白いと思っちゃう。あーなるほど、素敵だ、すごい、この人いいねやっぱり、なるほど、そうね、ここが酒井をダメにしてんだな元凶だった。